マスターリーグオンラインは、オンラインでの対戦や、大会で獲得した賞金をもとに、自分のチームのメンバーを強化して、そして戦い抜いていくモードになりますね。で、まあオフラインではかなり昔から人気のあるモードだったので、まあ、オンラインでぜひっていう声は、まあ、かなり昔からあったんですけども、まあ、今回やっと満を持して入れることができて、まあ、我々として非常に嬉しいです。オフライン のマスターリーグは、まあ、一人プレイ専門なんですね。ですから、まあ、どうしても自分が主人公で、そして、まあ、コンピューターは、まあ、それの対戦相手っていうような、まあ、そういう位置づけでしかなかったんですけども、まあ、オンラインではその対戦相手が全て人ということで、まあ、今までにない戦い方ができると思うし、またその選手の獲得も自分一人が中心じゃなくて、まあ、ライバルがたくさんいるということで、まあ、全く違った遊び方ができると思いますね。オフライン版ではですね、そのリーグに属して、まあ、そのリーグを進めていくっていう、そういう形をとってるんですけども、まあ、オンラインではですね、そのクイックマッチのような1試合もそうですし、またコンペティションのような大会ごとに参加費を払って、それで試合を進めていくっていう、そういう形をとっています。チームの戦力が上がれば上がるほど参加費が、まあ、高くなりますので、まあ、いいチームであるほどその良い結果が求められる。逆に良い結果が出せなければ、まあ、そのチームが維持できないので選手を放出しなければならないっていうことになります。ディビジョンが、ね、5つありまして、毎週そのディビジョンが、その自分が属するディビジョンが決定されるっていうシステムを取っております。それによって、まあ、そのコアな人たちと、またその初心者グループっていうのを、まあ、明確に分けることができますし、まあ、強い相手にいきなし当たるっていうことも、まあ、極めて少なくなると、そう思います。試合を進めて、まあ、獲得した資金で、まあ、新たに選手を獲得するという流れになります。人気がある選手は、まあ、どん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 移籍金が高くなっていくというシステムを取っております。そうですね、自分が試合をやっていなくても、その他のプレイヤーが試合を行い獲得した賞金で、まあ、その選手を獲得すれば、その選手の人気が上がって移籍金が上がるという、そういうシステムです。そうですね、ですから、まあ、その人気が出る前にその獲得して、人気が出てその移籍金が降伏したときに、まあ、スムーズに売れるっていうことができれば、まあ、非常にその資金も潤沢になりますし、まあ、非常に良い有利な試合運びができると思いますね。そうですね、毎作そのような選手っていうのは、まあ、話題になりますけども、まあ、オフライン以上に、まあ、オンラインではそのような選手の発掘っていうのは非常に重要になりますね。まあ、チャット機能は当然のことながらありまして、その他に、まあ、新機能としてツイッターのように自分のチームの情報をリアルタイムに画面に表示するっていうようなことも新たに入ってます。今回はですね、まあいろいろな遊び方を盛り込みました。まずそのディビジョンでその優勝するっていう、まあ、ランキングを求める、そういう遊び方もありますし、またその獲得賞金を非常に稼ぐ、
まあ、それは例えば選手を安く買って売るっていうことで獲得もできますから、それで稼いだランキングで1位取るっていうこともできるし、またその歴代のその素晴らしいプレイヤーを集める、そういうような遊び方もできるし、まあいろいろな遊び方でいろいろな人に、まあ、楽しんでもらえる、そういうようなマスターリーグを目指しました。もう今回の、まあ、大目玉なんですけども、スタジアムエディットが入りました。まあ、かなり自由度の高い、スタジアムができますので、まあ、ユーザーの皆さんが、ね、理想とされるスタジアム、それを、まあ、どんどん作って、それでゲームをやってこう喜んでもらいたいと思います。そうですね、まあ、エンブレムとか、まあ、そういう細かいところも今回ちゃんとその力を入れてパワーアップしてますね。でエンブレムをエディットしますと、そのワイプとかにも反映されますから、まあ、非常にこう実感が湧いてくるのかなと思いますね。実況をね、取り込んでね、その完成等に使ったりとか、まあ、非常にパワーアップしてますので、その辺も合わせて楽しんでもらいたいですね。まあ、今回のね、もうペス11はもうすごいいいもんですよ。それはもう自信を持っています。で、まあ、ヨーロッパの、ね、皆さんの、ね、声、期待の声に応えるべく、我々もこうありとあらゆる力を動員して、その素晴らしい機能を今回盛り込みました。ぜひこの会場でね、プレイしてください。そうすれば、まあ、去年のペス10との違いが、まあ、すごく分かってもらえると、そう思います。それでは。